春樹の古着チャンネルようこそ。ということで本日はねコラボ動画なんですけど、すごい意外だっていうコメントがめっちゃ来そうな気がするんですけども、この後コムドットさん、 YouTuber コムドットさん のゆうまくんっていう方がいるんですけど、ゆうまくんと一緒に古着巡りをねしようかなと思ってます。まあ、初めてお会いするんですよ。なんでちょっとなんかこうプレゼントをしたいなと思いまして、今古着屋さんに行ってきました。その古着動画の様子は YouTube にもアップしてると思うんですけど、ちょっとまずご覧ください。どうぞ。絶対これはいい。うわいい。やっぱアディアスのオレンジのトラックがめっちゃ流行ってると思うんですけど、あれ結構ブラックが多いと思うんですよ。オレンジブラックで、この辺にトレホイールのワッペンついてみたいな。これ青なんですよね。しかもその青もすごい濃い濃い青、しかもアディアスじゃないから日本ライン。これ着てるユーマくん見たことない。もっとモードなイメージがあるんで、黒とかね紫とか着てるイメージあるんで、ちょっとこのオレンジはないんじゃないか。絶対ちっちゃいけど、どうだろう。あ、全然いけるな。僕が着るとちょっと短いけど、でもこのトラックはデカめに着てもねダメだと思うんですよね。ピチッと着て首こうギュッとなる感じがね可愛いと思うので、これをちょっとゆうまくん買ってみようかな。ということで、僕がここ最近で一番いいなと思っている古着屋さん、ゴッファ X さんに行って一着買ってきました。あのオレンジのトラックはね、多分ゆうまくんは普段着ないような感じなんじゃないかなと思うんで、普段着ない服をねぜひこうプレゼントして全身コーディネートみたいなできたらいいなと思ってるん でこの後合流するのでちょっとワクワクしてます。はい、ということでゲストの方に来ていただきました。お願いします。お願いします。お願いします。コムドットのゆうまです。お願いします。お願いします。てか背でっかいっすね。え、そんなに変わんなくないですか。同じぐらいじゃん。はい、でもこんな大きいと思ってませんでした。そうなんですよ。めちゃくちゃスタイルいい。後ろに座ってること多いじゃないですか。はい、だから結構ちっちゃいと思われがちなんですけど、意外と大きいですよね。そうだったんですよ。確かに座って撮ること結構多くないですか。そうですやっとお会いできました。やっとお会いできました。そう、なんかインスタの DM とかでねちょいちょいやり取りとかさせてもらってて、まあ、古着行きましょうみたいな話とかしてて、はい、そのタイミングで今コムドットさんのチャンネルで貸し出し企画みたいなのをやってて、で今回ゆうまさんの貸し出しターンみたいなところで実現しました。そうなんです。マスクすんなんか下まま来ちゃいました。すみません。僕も一応 YouTube 長くやってるんで、新世代の方、新世代って言われてる YouTuber の方とあんまりそのコラボする機会もなかったんで、一回北打ちでバンバン剤って一回やらせてもらったことがあって、あ、はいはい、それ以外だと新世代系だとほとんどいないんで、もうマジでありがとうございます。ありがとうございます。2番目嬉しいです。え、年齢っていくつなんですか今。僕24です。あ、3つ下か。やべえ。タメ口で。いやいやいや、ちょっとなんかリスペクトがあるんで。いやー嬉しいです。ありがとうございます。やっぱマジですごいなと本当に思ってるんで。タメ口で全然。だんだん時間経ってきたらタメ口で全然。確かに、はい、最終的にはね頭叩いてるぐらい仲良くなりたいです。はい、で今回春月に来ました。はい、はい、でゆうまくんは普段古着はあんま買わないみたいで。そうなんですよ。あとファッションセンスがあんまなくて、古着こうやって見てても、はい、なんだこれはどうやって着ればいいんだろうみたいになっちゃうんですよ。合わせ方とかあんま分かんなくて。そうなんですか。はい、僕のなんか服とかも、はい、メンバーのリーダーのヤマトがちょっと買ってきてくれたりとかして、はい、あ、これ合わせたらいいんじゃないかみたいなので。あ、そうなんだ。ヤマト君スタイリングでやってますよ、ね、が結構多いですね。あ、そうなんですね。うん、なんか僕インスタ見た感じだとゆうまくん一番おしゃれだねって思って見てたんですけど。それが実はヤマトのセンスっていうのがあります。完全にスタイリストついてたんだ。リーダーがスタイリストついてるんですね。はい、でもまあちょっとそのヤマトのそういうのでだんだん分かるようになってきました。こういうブランドあるんだとか。なるほど。めちゃめちゃいいブランド着てますもんね、いつも。そうですね、なんかいいやつ。今日もちょっといいっすね、このパンツ。ニードルス結構履いてますよね。履いてますね、ニードルス。セットアップでやっぱ楽なの好きなんで。ああ、わかります、うん、いや、なんかそのニードルスのセットアップ見て、あ、じゃあトラックジャケット系もちょっと好きなんだなって思って、実はですね、今日原宿で先に僕ちょっと買い物してきまして、ゆうまくんプレゼントしたい、ちょっと合いそうなトラックジャケットちょっと買ってきたんで。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。普段絶対着なそうな色をちょっとあえてチョイスしてみました。
これトラックジャケットっていうんですね。はい、トラックですね、運動着です、昔の、はいはいはい、だからもうジャージです。トラックオンザフィールド、うん、あ、トラックオンザフィールド、陸上みたいな。イエスイエス。あー、なるほど。いや、かっこいいな。おおおお、結構小さめなんですけど、はいはい、ピチッと着てほしい。ピチッと着てなんか上とかに。そうですね、はい。いや、これめちゃくちゃいいなと思って。これちょっと僕多分難易度高いじゃないですか。高いかちょっと今日めっちゃ教えてほしいですこれをどうやって着く。そうですね、だからちょっとこれがゆうまくんはいつも着てなさそうなのに、うん、着たら似合いそうだなと思ったので、これを起点にちょっといい古着屋さんたくさんチョイスしたん で、 そ、 うです、ね、そこ行って全身コーディネートを僕ちょっと僕なりのやつで、ちょっとプライベートっぽくていいですね。あ、そうです、ね、すごい。だから他のゆうまくんの貸し出し企画だともうちょっとこう企画してるかもしれないですけど、このチャンネルすごいまったりなんで。いや、めっちゃいいです、ね、ただの服探しです。僕の性格にすごい合ってます。あ、その匂い感じてましたコムドットさん勢いやばいのに、はい、なんかゆうまくんのぺっとしてるのなんかいいです。僕のくべっとしてる、はい、まったりな感じなんで、はい、このチャンネルだとめっちゃいいです。このテンション喋れるの嬉しいです。よろしくお願いします。一応ゆうまくんにも全身コーデちょっと考えてもらえたら嬉しいなと思う、はい、まあ、そうですね、ちょっとコーデし合うみたいな、やらかしちゃうかもしれないですけど頑張ってみます。原宿とか表参道のおすすめの古着屋さんを3店舗回りますんで、そこでいい感じの全身コーデをお互い組みたいと思います。お願いします。いや、めっちゃ楽しみだな。古着に手を出せなかったんで、はい、そのセンスがないと思ってる怖いじゃないですか、やっぱ。なんか分かんないですよ。何が正解か分かんないですけど、いいと思ったらそれが正解ですね。これはおしゃれな人が言うことですね。古着超オタクの人に伝えますと、最後はダミットさん行きます。はい。楽しみにしてください。ここでは、あのトラックを着てる、こうピタッと着てるゆうまくんに合うパンツかながあればいいかなっていう感じですね。ゆうまくんのイメージはちょっとこうモードっぽいイメージあるんですよね。ちょっと黒が似合うというかモード系なイメージがあるので、あとはちょっとね、原色をたまにマルニとかで着てるようなイメージ、カラフルな服もありつつ、基本的にパンツとかスラックスとかちょっときれいめな格好をしているイメージがあるんで、それをまあ古着でちょっと崩しつつ、でもゆうまくん の、 そのスタイルの良さも活かせられたらなっていう感じです。だフレアのパンツとかもね、面白いと思うんですよね。まあ、これはトラックに合わないと思うけど、わ、これかっこいいっすね。これめちゃくちゃかっこいい。かなりワイルドなんですけど、すごい裾に向かってめちゃくちゃテーパード効いてる。もう切り返しなくて、メッシュ素材みたいな。いきなりトラックジャケット着て下も崩しすぎちゃうと、すごいカジュアルになりすぎて、これ運動着やんっていうコメントが来そうなんで、ビタッとかっこいいパンツ着ようかな。きた、いいっす、めちゃくちゃいいっす、めっちゃいいっす。そのピチピチな感じがすごいピタッとしてて大丈夫ってなりません？そうですね、ちょっといや、なんか大丈夫、苦しいぐらいの、これは、いっていけるのサイズ感も僕的には完璧です、これが。うわー、スタイル良しみたいな。ちょっとね、良くも悪くも今日のコーディネートこれでほぼ完成しちゃってんじゃねってなっちゃった。パンツニードルスのこれベロアのやつっすよね。これしかもちょっとこのフレアというかバギーっぽくなってて、いや、もうこれ合うじゃん。これでもう完成しちゃうんだけど、どうしよう。これとかも上に行けそうですけどね。おもろいなと思ってるちょっとコーディネートがあって、お、なんか合いそうですね。やっぱ襟が可愛いんで、わ、いいな。オレンジ、オレンジ、うん。てかマジでスタイルいいっすね。何着ても似合うな、これだったら。ここにドローコードがたくさんついてて、うん、面白い。ギミックがたくさんある。絞れるっていうのが面白い。すごい、なんか合ってる気がします。中の服を腕から出しちゃうで、これまくっちゃうみたいなのが結構、あ、いいっすね。なんかニットとかに合わせた方がいいかも。いきまーす。はい、めっちゃかっこいい。いい感じです。めっちゃかっこいいです。しかもなんか履き心地めっちゃいいです。あ、いいっすか。あ、それ大事。だって落差も大事ですね。落差が、うん、多分一番大事です。こういうのって大体ちょっとシャカシャカが気になるみたいなのあるじゃないですか。それがなくて普通のズボンの感じで、この感じ、はい、動きやばいっすね今。やばいんすよ、ちょっと
と結構変人です、すみません。こんなまったりゆっくり古着を見るみたいな時間って今取れるんですか？まったりゆっくりは、そうっすね。あ、でもまあメンバーが何人かいるんで、5人いるんで、編集をしている時たまにあるんです、その日中みたいな編集デーみたいなのが、その時にちょっと買い物に行きたい人は行くとかはありますね。じゃあ日中だけ空いてるとか。あ、そうですね。で、夜から撮影みたいな。ああ、なるほど。じゃあもう丸一日休みみたいなのはもうあんまないってことか。それが少ないですね。月1、2ぐらいですね。まあ、確かに、でも俺らもそれで言うとそうかもしれない。YouTube あるあるかもしれない。あるあるですね。丸一日がなかなか撮れないっていう。はい、ということで2店舗目バドさんに行きました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと名物店員さんがいらっしゃるんで、ちょっと紹介してもいいですか？コンチワッスさんです。コンチワッスさん、スタイリングとかもされてるんですか？そうですね、スタイリングの仕事だったりもちょいちょい、あの個人的に受けてそれもやってるって感じ。あ、じゃあちょっと、はい、あの一緒にちょっとかっこいい服見つけましょう。あ、もうぜひぜひお願いします。今日お互い全身コーデし合うみたいな感じで、あ、お互いがお互いに行く。そうです、そうです、そうです。あの一応このお店はどんなものが置いてるかって教えてもらっていいですか？基本的に、うん、横乗り系というか、まあ、ストリート系のブランドが基本的に多くて、で、まあ、メインがあっち側にある壁にかかっているスケートブランドがメインなんですけど、やばい、ちょっとアホっぽいデザインが結構多くてで、あとはあとパンチがあるものが基本的に多くて、アメカジとかそういう感じよりかはですよね、ちょっとポップなものセレクトが多くなってます。で、なんかちょっとストリートな感じとかスケーターファッション的なのも要素も若干あったら面白いかなと思って、うん、ここチョイスさせて。そうですよね、僕あんまやんないですもんね。着ないですよね多分、うんうんうん、すごい綺麗めなイメージがあるんで。そうですね、そうです。そういうこういうお店もちょっと面白いかなと思って。面白いです。あの辺の T シャツとかすごいですよね。パロディーのおもろい T シャツとかいっぱいありますよね。そうそう、90年代、80年代ぐらいのスケートブランド系が結構おもろあります。これちょっとワクワクする T シャツとかいっぱいあると思うんで行きましょう。待って、これも気になるわ。これめっちゃいいっすね。おお、80年代のバンズなんですか？バンズなんですか、これ。うーん、やばっ。いや、こう T シャツがね、めちゃ面白いんですけど、これとかもだってもうタミー・イルビグラスティーピットっていう、あとパロディとかやってるようなブランド。うーん、スケート系ですね。だからゆうたくんとかめっちゃ好きそうで。あ、絶対好きですね。ゆうたがここにいるべきだったかもしれないです。いや、ゆうまくんがじゃないですか。そのゆうまくんがどんな服着るんだろうっていう、うん、服っていうのは奥が深いですね。これとかめちゃくちゃレアっすよ。90ってこれも90って書いてるだけじゃんって思っちゃうじゃないですか。これだって13,000円、うんうん、これでもスウェットとかだったらもっと3万とかそれもかかったりするんで、うん、古着ってね、安く買えるのが古着の魅力みたいに感じるんですけど、確かに確かに新品より高いですね。結構ヴィンテージで、うん、T シャツ3万とか、うん、前僕 T シャツ11万円の T シャツ買って、なんていうかもう動画の流れでもう買うしかないみたいなって感じだったんですけど、こういうのをちょっと考えてはいたんですよ。はいはいはい、トラックジャケットの上にこうゴリゴリのこういうコートで、うわ、100% カシミヤ。うわ、で、いい、2万6000とかなんで、うん、普通にカシミヤ 100% でこの値段はすごいですね。なんですけど、うん、こういう超フォーマルなコートとジャージ合わせて、フォーマルなやつとかっこいい、かっこいい、とかやっぱ身長あるからこういうチェスターコートっぽい方がいいのかな。おお、スタイリッシュ、うん、でも遊び心があるみたいな。そうですね、ですよね、綺麗すぎない、うん、これかっこいいっすね。これいいっすよね、うん、三茶の古着屋で、うん、昔買ったんですけど、三茶のラランドサヤさんとの動画を見て、はい、あ、見てくれたんですか。あれ、お酒飲みながら古着巡っての楽しそうすぎて、はい、最高だなと思って。あれ、お酒好きなんですか？お酒、まあまあ好きですね。あ、ぜひちょっと
教えてください。お酒とかもなんかその編集の合間、あでも飲んじゃうとあれか、編集とか終わった後とかに、あ、はいはいはい、あの夜から空いてる古着屋さんのスポットもあったりするんで、うん、飲みながらとか、飲みながら古着楽しそうだなと思いました。マジ買っちゃいますよ、飲んじゃう。絶対が違いますね、バグっちゃうんで頭サイズ感どうでもよくなってくるんです。あ、色かわいい、買おうみたいになっちゃう。あ、着ないでも買っちゃうみたいな。そうそうそう、まあ、楽しそう。怖いですけどやりましょう、ゆるい動画でぜひやりたいです、はい。やっぱ僕も YouTube 言うて10年ぐらいやってるんですけど、うんうんうん、10年ぐらいやってるからこそマジですごいなと思って、いやありがとうございます。編集の1日みたいな動画、合宿みたいな、編集合宿みたいな、はいはいはい、あれ見た時にそんな寝ないんだと思ってしかもあの日だけ特別頑張ったわけじゃないんですよ。そうなんですよね、本当に日常ああいうなんかリレーのように編集してもらったりとかするんですよ。リレーが多いですね、今もリレーでやってますね。ストーリーで毎回その眠そうインスタグラム上げるじゃないですか、うん、もうあれ見て分かる気持ちみたいな、もう受験勉強に似てますね。似てますよね、うん、全く古着見てないじゃないですか飲みに行きたくなっちゃいましたね。ね、ちょっとちゃんとちゃんとしっかり一回話したいですね。そうですね、僕もすごい気になりますね、本当に。なんかイケてる兄ちゃんみたいな感じなんで、なんか僕がインスタ最初フォローした理由も、この人かっこいいなって普通にポチってしてたんで。あ、そうなんですか。そうです、そうです。YouTube 始めて、あのいろんな YouTuber の方がいて、こ う、こういう人がいるんだ、僕あんまり YouTube 見てなかった人なんですけど、あ、そうなんですね、で YouTuber の人を調べようと思って、はい、この人かっこいいなってハルクもなぜかマジかポチってしてたって、めちゃめちゃ気持ち悪い話なんですけど。マジで古着全然見てねって古着を見なきゃ、古着をね。あ、彼がすごい身長があって足も長いんで、長いですよね、だから横から見て、そうですよね、そうそう、めちゃくちゃスタイルいいんで、はい、ちょっとこうフレアな感じとか、はい、多分あんまり測れないと思うんで、はい、トラックに合いそうな、はい、でちょっとやりすぎてないようなやつあったりします。パンチ抑えめで、ちょっと抑えめの、上がやっぱパンチ強いんで、いつもよりちょうどさっき、フレアパンツが2本売れてしまって、はい、それが最後のフレアパンツ。あ、マジかあ、今ですね、ちょっとこれをね、これをベースにしていこうかなっていうのをスーパーアイディアマンボンサが思っていたんですけど、どうやら今が自分のスーパーセンスを見せたいんだよ。僕がちょっと一言アドバイス、ちょっとアドバイザーをつけて頑張ってるんですけど、これにこの色のロングコートみたいなのさっきあったんで、ロングコートでセットアップの中にこいつがいるみたいな、意外といいかなって、はい、思ったんですけど。自分が着てさ、多分背丈ほとんど一緒ですね。オッケーオッケー。ちょっとこれ寒いかな。こういうどうでしょう。ゴーストライターです。うん、どうだ、わちゃやりすぎちゃってる、これやりすぎちゃってる、ちょっとやりすぎちゃったみたいです。あれ、服装変わってない？あれめっちゃ可愛いっすね、これこれをちょっと基盤に、あ、なるほど、はい、って感じで今、うん、欲しい、これよかったです、可愛い、似合いそうだなと思って、スラックスをね何本かして用意したんですけど、うんうんうん、やっぱトラックジャケット言うてちょっと運動着感というかカジュアル感が色味もあって抜けないかなと思ったんで、うんうん、ちょっとビシッと締めるじゃないですか、ビシッと締めるスラックスだけど、その一つ一つちょっとディテールが、ね、はいはいはい、面白い3本です、履いてみます、ありがとうございます、はい、来ました、あ、いいじゃん、いい感じ、しかも丈が若干短くなってるの面白いな、ね、足長すぎるからっていうのもあるんですけど、あ、いい感じですね、あー、めっちゃいいけど、ちょっと確かにでも若干丈短いかな、これが、あ、迷うわ、ちょっと今1本いいの入ってきちゃって、はい、これでもちょっと面白いのが、はい、見えるかな、チェックになってて、しかもこのチェックがね、オレンジ、ネイビー、あとグリーンにピンクちょっと入ってるんですよ、普通のクライスラックスかなと思いきや全然違くて、見えるか見えないか、ね、ちょっとなんかエッチな感じです。ピンクが見えないかエッチな感じでどういうこと？これなんじゃないかな。俺気になってるのがこれさ、ライナーだと思うんですよ。このミリタリーのミリタリーのコートの裏地とかで使う生地なんですけど、これのスカジャンみたいな、これやばくないですか？やばいですけど、ちょっと
いくらするのします？結構高いです。ですよね。はい。あ、でも、あ、そうなんですか。僕もその通りです。ライナー×スカジャンみたいな。そうです。初めて見ました、これ。今君来たわ。これはビビッと来てるんじゃないでしょうか。来た。うわ、来た。来た感じがします。うわ、しかも、しかも若干フレアな感じで。うんうんうん。ちょっとスニーカーも履いてもらっていいですか。はい。しかもさらっとしてて、うんうん、生地感いいですよね。かっこいい、これ。なんか、これと、うん、なんか一緒に合わせてもあんまり浮かないいい感じですね。そうですよね。ジャージの下スラックスって普通ありえない組み合わせかもしれないですけど、うん、でも色を絶妙に拾っているのもあって、うんうんうん、なしじゃないんだけど、うん、いいっすなんか歩き方おかしくないですか？なんかちょっと気候に走っちゃうことが多いです、ね、すみません、本当にびっくりした今、僕結構変人変人なんですね。やっぱ上品さがやっぱりうまくあるんで、あの服にはね、はいはいはい、いや笑いすぎでしょ。俺なんか今いじられました、ね。いじられですよ。お前にはないって。ないと言ってないけど。服すごい上品じゃないですか。はい、そうですね。うん。なんでその要素は若干あった方がいいと思いますね。優しげらしさと、僕っぽい感じの感じで。融合。いい、いいですね。うん、これ僕買います。これにします。お、ありがとうございます。こんなに破れているのに8万5000円ぐらいするっていう、でも俺はそれを欲しいって思うっていう、意味が分かんないよな古着って。うわ、かっけえ、でかこれ、すげえこれ、ライナーとこれ、これやばいな。あ、いいね。なんかたまにあるんですよね、レドジャン、スカジャンみたいな刺繍使ってるけどサテンの素材を使ってないんで、結構あって、これ面白いな、これマジおすすめです。これはな、これになんだろう、デニムとかを合わせてもかっこいいと思うんですけど、がっつりアメカジっぽくなっちゃうと思うので、うん、僕的になんかその今日来てくれた時のゆうまくんの感じとか見ると、ちょっとスタイリッシュな感じをこっちねじ込んだ方がゆうまくんっぽい感じになるんじゃないかなと。なるほどです。なんかスラックスとかでもいいかなと思います。確かに面白いですね。それはなんかストライプのスラックスをチェックに合わせるとか、うん、結構いいんじゃないかな。ストライプってこれですよね。そうです。縦と横、はい、ということでチェックと縦を合わせるのもちょっといいかなと。すごい、古着屋に来なかったら僕の頭に長田さんがどんどん入ってきて勉強になる回ですけど、大きい、いい感じだと思う。いいですね。めっちゃ相談してるめっちゃ相談してる。ベージュもいいかなと。ベージュも、あ、確かベージュ、あ、いいな。なんか襟とかこの間とかベージュが入ってるんで、うん、はい、もう履けば僕だったら結構ベージュを使っちゃうかな。うん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 、良さそう。僕もなんか動画とか見てもなんか意外と着ないラインかなと思うんで、うんうんうん、血のパンとか履くんですか？ほぼほぼ見たことない。すいません、はい、ちょっとある程度決まったんですけど。あ、ですか。ちょっと一回着ていただいて、はい、すいません、いいですか？これ全部コンタンセレクトじゃないですよ。あ、全然僕は1ミリも出てない。あ、あ、はい、なるほど。完全ゆうまくん。そうです。わ、嬉しいな。お待たせしました。おお、結構おーおーおー、よいしょ、はい、あー、めっちゃいい、かっこいい。この丈のデニムとかあんま着ないから、うんうん、やばい、すごい、全部あんま着ないけどめっちゃいい感じ、私好きな感じです。ハル君、マジで何でも似合っちゃいますね、多分。いや、俺のセリフっすよ、それ。いや、マジで本当に何でも似合っちゃう人です、本当に。うわ、めっちゃいいっすね、これ。程よくこのボロも入ってくれてる感じもあるし、ニューヨークの中に、はい、ニューヨークの中に、あ、逆か、あ、アメカジの中にニューヨークが混ざったみたいな。ああ、はい、確かに、うん、これ教えてもらったやつ。確かにこのネルシャツとデニムの感じあるけど、うん、ちょっとパンツはね、アメカジっていう感じでもない、うんうん、ニューヨーク感、いや、楽しいな、古着って。なんかブランド行くと
大体こういうのにしようみたいになっちゃうじゃないですか、うん、確かにもう自分の好きなものしか見れなくなっちゃいますよね、うん、セレショとかで例えばマルジェラ好きだったらもうマルジェラっぽいものしかない、うん、マルジェラだから、うん、ってなるけど古着屋だったらそんなつもりじゃなくても出会ったりするから、うん、なんかセンスが磨かれる気がしますね。すごい新たな発見あったわ。ありがとう。これめっちゃいい。はい、ちょっとまひろくんに運転してもらって最後のお店に行きます。お願いします。めっちゃ快適です。ライトまでつけてもらって俺もそういえば全身変わってます。いやもうほぼそういえば、はい、90% ぐらいまで。 90% ぐらい。このボロボロのデニムジャケットはマジで超好き。リーノ、うん、でもこのボロに合わせる下がいつもはやっぱデニムだったりしますけど、うんうん、いいっすね。このカーゴパンツでアメカジになるって感じですかね。その下のデニム。あ、そうそう、ちょっとアメカジっぽくやっぱ僕作っちゃうんで、うん、そこはやっぱり何でしたっけ、アメカジの中にニューヨークですシティですね。楽しいね。本当に楽しいです。楽しいですか。はい、楽しいです。僕古着巡りどうなるんだろうって感じだったんですけど。あ、本当に。いや、めっちゃ楽しいです。これでさらに酒とか入れつつやってたらもっとね、うん、完璧でしたね。でもそれ以上にまひろくん結構楽しんでるで僕楽しいですね今日すごく。まひろくんだよ。結構なんか古着じっくり見てみます、うん、ちょっと見ます。ちょっと見ます初めて行くのものすごく大学1年の時よねみたいな。そう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 。だから一番いいんですよね。なんか大学1年生の時の4年生一番かっこよく見える。わかる。あ、ちゃんと大学生してたんですね。一応やってました。でも忙しくて大学みたいな感じじゃなくて。そうですね、2年生ぐらいまでは普通に大学生やってたんで、うん、あ、じゃあもう一番楽しい時期。一番楽しい時期は一応経験できたんです。あ、じゃあもうサークルに入ってもう4段かっこいいなみたいな。そうですね、4段かっこいいなとか、はい、3年の一番楽しい時期だけ YouTube やっちゃってたんです。あ、一緒一緒それ一緒ですわ。大体大学生で始める人ってそう2年とか。俺って何者になりなってくるみたいな。なんか大学3年生の前ちょい前ぐらいに、うん、あれ俺って本当に就職するのかなみたいな、うん、いやでも YouTube 頑張ればもしかしたら他の人と違う生き方できるんじゃないかなみたいな、うん、で葛藤があって、うん、就活って大学3年生の時にやるじゃないですか。そうですね。でそれまでに結果残せば、うん、もうあの YouTube 一本でいけると思ったから、はい、死ぬほど頑張ったのが、うん、大学2年から3年にかけて。そうですよね。そう3年の春休みがもう死ぬほど頑張って、うん、もう周りが就活してる中僕らは毎日投稿みたいな感じで。うわきついな。うわ、だからそんな俺たちよりももっともっとやってるっていうのがあるの。僕が似てますね。でも実店舗で買いに行く時間もなかなかないですよ ね。買い物ってなるとなかなか。だからもう買い物動画を撮るかみたいな感じですよね。あ、だからそうなんです。だから多いんですよ僕たち。あ、買い物、服買いたくねってなって動画にしちゃうみたいなっていうのが結構あ、なるほど。頑張りすぎてる。ほんのっと聞いてたけど噂にはこんなにやってると思わなかったです。次に行くお店のダビットさんっていうところは、はい、俺も東京でもトップ5ぐらいに入るんじゃないかっていう屋さんなんでマジでおすすめです。ちょっとエッジ効いたやつですね、うんうん、スペシャルヴィンテージみたいな、何十年代のとかっていうよりもイケてる今っぽい服がたくさん売ってるんで、うん、普通ユーマクとかも好きな、うん、ちょっとエッジ効いた服とかもあると思うんで、はい、はい、ちょっと行きましょう。原宿からもう15分ぐらい歩くかな。こちらですね。おお、ダミー。めちゃくちゃ古着屋があるとは思えないような外観なんです。すごい。住みたいっす。住みたい家感。だって住みたい家感。綺麗な。最後3店舗目ダミットさんのところに来ました。もう1日古着見てますね今日。いやめっちゃ楽しいです本当に。古着三昧ここすごいっすね。ここやばいっす。ここの部分は、はい、居心地のいいちょっと休めるような空間になって、でこの一歩先に行くと、ここから一歩先に行くとちょっと怪しい、何してんだろう、なんか栽培してんのかなみたいな、そんな雰囲気でちょっとお店やられてるみたいで、コンセプトがすごいですね。ライティングがあってこっちはオレンジなんですけど、こっち行くと真っ白なんですよ。古着屋で白いライトってあんまりないんですよ。さっきもオレンジな感じだったんで、結構珍しめなお店ですね。面白いな。ただのヴィンテージ古着とかじゃなくて、もう一気に聞いたいろんなものがあるんで、新品のものとかもあるんで、ちょっと入ってみますか。はい。
このお店のいいところはタグがねすごい分かりやすいんですよ、うん、アディダスの、はい、アディダス 90s 書いててサイズ書いててこれ US、うん、USA の古着ですよっていうのが書いてあって、うんうんうん、でコンディション状態とかうんあと年代も書いてるんで実は古着初心者でもすごく着やすいっていう、うん、いいとこ教えてもらっちゃいましたよ。何よりもね真宏くんが楽しみすぎてるってちょっとやばいですね楽しみすぎてるってすごいです、うん、お互いに何か合いそうなものを探しましょう。わかりました、お願いします。お願いします。80年代のフルーツオブザルームでいいですね。公式の普通にロゴがあるだけ。フルーツオブザルームって90年代とかだとここのねブドウの裏のこの葉っぱたちが茶色くなるんですよね。で現行のやつだとここ色がまた変わってきたりするんですけど、これいいっすね。あのペプシ公式ペプシかな。これ値段も気になるんですけど実はそんなに高くなくてこれだと9900円。これさっきのやつとかいいっすね。ワンポイントに刺繍入ってる。しかもこの山の方のロゴ、その小物みたいなものを付け足していきたいんですけど、あそこにサングラスとかあるんですけど、サングラスとかこれ、この面白い LM6 だからね。これでも男が付けたら高すぎるか。これは歯ブラシなんですか。これはディスプレイです。普通のサングラス一つ持ってないのちょっと、うんうん、これつけてほしいな。絶対普段つけないじゃん。つけないです、つけないです。絶対合うっすよ。あ、いい。お、なんかここにいたらめっちゃいいっすよ。ちょっと めっちゃいいの撮れるわ多分。めっちゃモードな感じで、あ、この場所がいいわ。あ、いい。めちゃくちゃかっこいい。すげえ生まれ変わった。わ、ちょっとありだな、これ、うん、そっちの線にしようかな。ちょっとあのランウェイ歩くぐらい、はいはいはい、ちょっと前衛的な感じで。めっちゃいいな、そのサングラス。ちゃんと動画で使ってくださいね、これ。いや、使いたいですね。あと、僕結構緊張しがちなんで。あ、そっか、サングラスがしちゃえば。でもそういうのいるらしいですよね。ちょっと、はい、あんまりその見えすぎると緊張するから、うんうん、サングラスかけてるっていう人もいるらしい。そうですね、結構いいですね。あ、俺サングラスキャラになろうか。めっちゃかっこよくない？マジで似合ってるっすよ。マジですか、ありがとうございます、うん、いや、いいな、なんか楽しいですね、これ。これでなんか毎日過ごしたらこういう物体みたいな。物体って何？あ、何？あ、なんかハルくんのコーデにこれいいんじゃないかと。マヒくんが、はい、渋っ。おー、かっこいい。いいですね。うん、似合いすぎてる。あー、渋。うん、マジで90年代のアメリカの映画とかに住んだ、うん、なんか結構サングラスするとやからって感じになりがちですけど、ハル君の顔だと渋いってなってすごいいいっすね。物体が喋ってる。完全に下がちょっとブラウン系のスニーカー履かれてるじゃないですか、はい、はいはい。なんでちょっとその同系の感じで、オレンジの延長なんで。お、LL ビーンで、ちょっと前向かって。あ、かっこいい。あ、めっちゃ良くないですか。いい感じですか。で、あ、ここも色にも合ってるんだ。そうか、だからいいなと思ったのか。袖をね、見せた方が面白いんじゃないかなと思って。さっき短いっすよ。そう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 。あ、でも結構面白いかもしれない。うん、面白い。あー、いい、いい、おしゃれ。ここはなんか出したいですね。ここだけだとちょっと足んないかな、うん、せっかくここも可愛いから。なるほど、ネイビーだったかも。これを着てみてほしいです。わかりました。これ俺この前買おうか迷ったやつなんですけど、うん、オーシャンパシフィック、サーフ系のブランドなんですけど、うん、90年代。あ、めっちゃいい。お、なんかすごい合ってる。似合う、似合う。青とオレンジ、いいですね。なんかいい感じですね。あ、いい。お、あ、そのサイズ感だ。それが見たかった、うん、これ。はい、かっこいい。よいしょ。
になりましたか。ちょっと見てみていいですか。はい、おお、お、もうすごい。どうですか、おしゃれラッパーさんみたいな、海外の。しかも下のスラックスもめっちゃいいな、うん、下のこの絶妙な色もこのナイロンの色で拾ってるんで、この茶色の感じすごいいいな。これめちゃくちゃいいです。しかもここの色とスニーカーの色も結構似てる感じになってて、うんうんうん、お、これは結構いい感じ。これ俺買おうと思ったのにな、それめっちゃいいじゃん。めっちゃいいですね。ちょっと袖出すぐらいが可愛いかも、うん、なるほどです、なるほどです。これにします。そしてサングラスもあった方が絶対かっこいい、はい、たまたまゆうまくんが履いてる靴が合ってた。いや、めっちゃいいです。こんなの絶対自分で思いつけないんで。うわこれかっこいい。これにします。いや、ありがとうございます。決まっちゃった、マジでかっこよすぎたわ。なるほど、新たな扉ですね。うわー、何これ。しかもめちゃくちゃいいじゃないですかこれてかもうゴーストライターすぎるって。はるかこれ履いてほしくてって。めっちゃかっこいいね。てかすごい、俺をアメリカンにしようとしてるね、ちょっと上がアメカジだったんで、最後下もアメカジで締めたいな。うわいや、ちょっと待って、普通にもう俺のコーディネートをしてくれてるまひろくんやん。あれいけないっすか。いや、全然履けたような気がする。あれあれ、かっちょいい、ぴったりだ。もうあれめちゃくちゃぴったり。やべえ、センス光っちゃったかも。あれお兄さん、センス光っちゃった。お兄さん、どこからどこまでがお兄さんのやつ、これ最初のシャツあれこれはまひろくんなんかいいんじゃないかみたいな。びっくりした、紙サイズなんかほぼはるくんと全部一緒だな。28センチですよね、うん、身長何センチ。180ぐらいです。体重いくつですか。69、70とかぐらいです。あ、ほぼ一緒の背丈と足、ね、全部一緒っすよね。ほぼ全部一緒っす。すごいな、こんなことあるんですね。ねすごっ。完成しますか、これで。ユーマンはどうですか。ちょっと、すいません、開けます。あ、すいません、まだね、確かにね。他のこっち、ちょっとあの、おっさんテイストな感じなのかな。おいしい、うわっ、え、いいな。しかもこれグリーンじゃないですか、なんか今回ちょっとグリーンベースじゃないですか、うん、その色と合ってるから、結構いい、うん、いや、今日ボンと来てよかったじゃあ、やっぱこちらで完成させていただきたいと。あ、もうこれも追加ですか。はい、追加で、はい、もっとやばいものになると思ってました。かっこよすぎてまあ三本松が来てくれたっていうのはありますけど、まあでもコムドットの力で。そうですね、コムドットの力で。いやいやいや、完成しました。自分がいつも本当に着ないカバーオールっていうか、この丈のデニムのジャケットとかあんま買わないし、この色のカーゴパンツみたいなのも買わないし、茶色いスニーカーって俺多分持ってないと思うんですよね。なんで本当持ってないものでかっこよくしてもらったって感じなんで、結構一秒、はい、トリビアに開けました。意外と僕こういう色の靴とか、うん、こういうやつ着るんで、うん、あ、そっか。じゃあ色で言うとゆうまくんらしさみたいなのがすごい、らしさ結構ある気がします。ここに出してもらって、はい、これもまくってここから出すとか、あ、この線、うん、線がこうなってて、あ、この色をね、はい、ちょっと絶妙に使うみたいな、絶妙に使うとか、そういう発
装がおしゃれすぎてめちゃめちゃ勉強になりました。これを多分見る人が見たら何がいいかわからんって多分言うと思うんですけど、だけどまあ自己満っていうか、うん、でも僕はトラックジャケットめちゃくちゃ好きで最近めっちゃ着てて、うん、でちょっとゆうまくんらしさでちょっとモードな感じにもなれたりなと思ったんで、そこはすごいこうクリアしたんじゃないかなっていう。いやーすごいですね。楽しい。古着楽しくなった。めっちゃ嬉しい。それが古着師匠です。いや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 、もっともっと上いますけど、でもまあ楽しくできることが一番。はい、良かったです本当に。これで、うん、ユーマ。ユウ、本当に。それめっちゃ見たいな。一人だけサングラスイケイケの着て、ユーマって言ってほしいな。あのこのとチャンネルもだし、他のチャンネルでユーマくんが出るときに着てるかもしれないんで、ぜひぜひちょっとファッションの方も追ってみてほしいなと思います。はい。いや長々とありがとうございました。いや本当に楽しかったです。ぜひ一日中見て、今後飲みに行く。そうですね、はい、ずっと言ってるんですよ。そうなんですよね、飲みに行きましょう。いや本当に楽しかったです。今日会えてよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。このチコさんのチャンネルもぜひ見てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。